この石柱、草原の魔物が暴れ出してぶつかったせいで倒れちゃったの。最近列がやたら飛び回るせいで魔物たちも気が立ってるみたい。困ったもんだわ。はい、ってことなので、影を追いかけるってことだよね。そういうことだね。で、追いかけた先に、破れ目？破れ目があるところに入っちゃわないように気をつけろよって言ってたね。ってことは追いかけて入っちゃえよっていうことだ。理解しました。どっから入ればいいんだ？てか影なんどこに？ん？とりあえずちょっと探索してみるか、ここら辺。作戦変更！ヤンガス。お前は命令させてくれ。貯める、貯める。ちょっと貯めるをね、使っていこう。一回貯める、では攻撃。一回貯める、では攻撃。にしよう。1ためでどれぐらいの攻撃出んのかな。まあ1ためだったらそれぐらいか。やっぱ50溜まってからの攻撃は相当強いんだね。普通に800とか言ってたもんね、キャプテンクロー戦で。なんかあるけど、あったあった。発見しました。これより、追跡します。待てい！ちょっと早い。ちょっとずつ離されてる。光の航路的な、ちょっと離れたらもう消えちゃうみたいな、やめてん、それは。エビルフォーク、バーリングワード、ヤンガスは貯める。きついな。よしよしよし、いや、いけーなー。5撃つか。キングジョムーチョさ、キングムーチョ、あのスーパーライトでダンビアムーチョからさ、頑張って育成してキングムーチョにしたんだったっけな。なんかランク A まで上がるモンスターなら、待って、ランク A まで上がるモンスター最初の頃持ってなかった。とりあえず育ててレベルもマックス。今ではクソ雑魚だが、全然使わん。ちょっと待って、ぜひかちょっともうちょっと早く走れない。ああもう3馬身ぐらい離れてる。3馬身差があるぞ、これも。まあ、ちょっと。やばい。ちょっと、モンスターやめてくれ。ちょっと今やめてくれ。ゴン撃っちゃおう。スクルト。はい。あ、よい。主人公の魔法、よい。ヤンガス決めろ。はい、お疲れ様でーす。気を抜くなよ、すぐに殺しよ。キメラの翼いらん。ちょっと早いって、ちょっと。待って。やばい、ミンクだった。え？あーた！バカ。ちょっと待ってください！ちょ、毒が。毒、スライム。ちょ、呼ぼう。スライム？なんでスライム？
ダンキチの色違い。ダンキチ、お前の力見せてやれ。よし。すぐスタート。あ、レベルアップ、ここで。勝ちポイント。ヤンガスは3番ね。3番で頼むよ。はい、行きまーす。はい。よっ。格闘。うわー、ここに、てかヤンガス格闘さ、一回も当たってなかったんだね。まあまあいいか。はい。力自慢。待ちたまえ。レティス君待ちたまえ。ショックだと。やっぱ見失った。いた。OKOK、追いついた。ん？よし。なんとか追いついたか。これで闇の世界に行けるんだよね。闇の世界っていうか、もう一つの異世界？うん。まあ、行っちゃおうか。帰ってこれなくなるぞって言ってたけど。わあ。わあ。わあ、色がない。あ、やばい、死ぬ。死んだ。よしいや、強いな、普通に強いな。とりあえず満タンしといて、どうしたらいいんだろう。とりあえず町に戻ればいいのかな。町あんのかこれ。は？いや、ちげえよ。レティスだ。そうだ。レティス。だから影は向こうの世界で、こっちの世界にはレティスがいるから、レティスに会いに行けばいいんだ。そういうことだ。ちょ、貯めるとかやってるあれないな。これ。余裕がない、そんな。やばいな。毎回誰か瀕死になるな、俺。結構遠いな。魔界獣暗黒鳥シャドウシャドウだけ普通シャドウだけ普通なの。そろそろエテもなんか新しい武器欲しいなぁ。そんな呪文が強いわけでもないしなぁ。
いいね。満タン満タン忘れちゃいけないよ。よし。ああ遅いかな。先手を打たれた場合は呼ぶ。お、いいね。多分火は弱点だからこの。暗黒じゃなくて骸骨シリーズのバイキルト。おお、いい仕事するじゃないか。珍しくいい仕事したな。102、シャドウに102はでかいよ。あ、帰っちゃった。ほい、オッケー。とりあえずこっちの方角でいいでしょう。最初に影があったとこ、うん、あそこ行こう。ここら辺？あれじゃないの？ね。結構エンカウント率高いんだよな。はい、よし。バリクロス聞かなかったことにしてください。聞かなかったことにしてください。あ、レベル上がった。35、8ポイント、いいね。なんか最近8ポイント多いな。S3 はブーメランでね、3番ね。はい、行きまーす。ほっ！最悪。どこ行ったんすか、あなた。今デスクの下に潜り込もうとした瞬間に椅子が傾いて死を感じました。エテポンゲです。いきます。はい、これ5だね。5、勇気。はい、トヘロス。いらねー。コヘロスっていうのはだから床ダメをなくすやつだね。うん？まあなんもなさそうだから街行こうか。結果として何もなかったから一回街行こう。うん。多分街行って話聞いて何かしらあって、
で、レティス探しに行くぞみたいな、そういう感じだろうね。クロコダイモス。回復するの忘れてた。自分回復。で、こういう時に限って、ククールがなんかおせっかい回復してくるから。先に行動して。はい、死ねえ。はい、死ねえ。ククール死ねえ。お前、修道院に送り返すぞ、マジで。あと一発かな。危ねえ、死ぬ。はい。よし。街って言うけどどうなってんだろう。みんな生きてんのかな。てかいまいち設定がわかんないよね。この異世界でしょ俺だって。同じ世界の同じ世界がまた裏にある。ちょっと意味わかんないよ、うん、同じ形の世界がもう一個存在して、そっちは暗黒の世界で、なおかつ人は住んでいるみたいな、そういう感じで、住んでたらなんか変な感じだよね。うん、レベル上がるね。ククルーザオリーク。これはでかい。ククルーは何でもいいです。ククルー何でもいいです。さあ、オーリック、これはでかいよ。100% 復活だからね。うん。よいしょ。いきまーす。はい！おっ！よいしょ。いきまーす。はい！3番。杖。何も上がらないって。また行き過ぎた。あ、こちゃ。で、ちゃんと街も存在するっていうね、村。もう人が住んでたらマジ意味わかんないよ。さすがに。住んでるんだよね。うん。派手派手な姿、変な姿だ。あれ？まさかレティスの仲間なのか？ちょっと待って、よく見ろよ。確かに変な姿に見えるけど、レティスとは似ても似つかないぞ。どっちかというと、人間っぽい姿じゃないか。うん、ちょっと奇妙だが人間みたいだ。人間だって、でもあんな色がついた姿しているの、レティスくらいしか。とにかく危険はなさそうだから、下手に刺激しない方がいい。お前は長老を呼んでくるんだ。うん、わかった。ふん。謎に。おお、その姿、もしや。お主たちはひょっとして、世界の破れ目を通ってこちらへ来た、光の世界の住人ではないのかね。まあ、そういうことですけど、そういうことになるんですかね。はい。やはりそうじゃったか。ならば今この時お主たちが来たのは天皇意志なのかもしれんな。お主たちに話したいことがあるの。じゃあ後ほどわしの家まで来てほしい。それさえ約束してくれたら、あとは好きに村の中を見てもらっても構わんぞ。では待っておるからな。わしの家は一番大きい建物だからすぐにわかるじゃろ。自慢。自慢。レティシアの民よ。
この者たちは我らに危害を加えるようなものではない。落ち着いていつも通りにしておれ。ウラレティシア、まあ、こっちの世界にもちゃんと人っていうのは住んどるわけで、うん、謎だね。まあ、まあ、速攻行こうか。